ロント・スミスのハウトゥー、ハウトゥーしていこうと思います。じゃあいいっすか、やって。さあ、ファーストトライできんのか。スミス、こういうやつ。の、まずはフロントサイド50/50とフロントサイド5オーグラインド。できた方がいい。50は絶対できた方がいい。5はまあできた方がいい。でしかもあのテールつかない5とテールつく5の多分両方できた方がいい。っていうのも、まあ、スミスはどちらかというと5を前足使って落とした、こう落とすような技なんだけど、こうテールをつく5を覚えるとちょっとかかと踏む、かかとが踏むような感覚があって、それを落としたのがスミスだから。でもつかない5だとこうど真ん中乗ってマニュアルみたいな感じになるから、まあスク5で落とす。でよくある失敗例はこう、まあ詰まっちゃう、まあ、こうすっぽ抜けちゃうのはもうカーブに自分で高さ合わせられてないとか、こう落ちちゃうとかは自分が合わせられてないから、それは50とか練習してあのカーブに合わせられるように。スミス詰まっちゃうっていう原因はだいたい一つで、こすってる時にまあ乗った時か、こう乗った時にだいたいこうつま先踏んじゃってで詰まっちゃうんだよ。コーナー、だからまあイメージとしてはこのコーピングの角をこう滑っていく、ビーッとビーッと、でもグッて踏んでこっち側踏んで、まあ最初ちょっと感覚つかむためにこう上に乗って、その上で。アプローチ入ってくるときなんだけど、平行すぎると結構落ちやすい。慣れたらできるから、最初はちょっとこう鋭角に斜めに入るようにして、このレギュラーの人でいう後ろのトラックのかかと側のウィル、ここをこう、これです、これ使って押し込む。そうするとね、かかと側に踏みやすく、こっちが踏みやすくなるし滑りやすくかな。
あと入る時の重要な点はパンって弾いて、こうやっていきなりスミスにするのって結構難しいんだよ、よりかは一瞬こうハマった瞬間をファイボールでそこから前足を使って落とすようにするといいかな。あとは乗ってる時の状態、滑ってる時のこうスミスだから入るとこうなりやすい、前のめりこうだ、こうなると詰まりやすいから、イメージはちょっとここがコーピングがあって、コーピングの この部分、この上ぐらい行ってもに乗ってあげる、これがちょっとでもこっち行くとつまずきかかって止まっちゃう、なんで、まあ、どちらかというとちょっとこっちにいるぐらいなイメージでコーピングよりも外側にいて、板をこう押し込んであげるようなイメージでいいと思います、最初はね。あと前肩がこう下がったりすると詰まりやすいから、後ろ足か、後ろ足をこう膝曲げて、で前足が伸ばして、こっちに後ろ足に軸があるよ。アウトはもうこのテール踏んどけばもう50の延長線上みたいな感じで、ハイボートあんま変わんないんです。あとなんかからなんかある、スミスの不明点、あ、目線、目線は足元見ないで乗ってる時にこうやって足元見るんじゃなく前を見て進行方向、これで言うとフイってやってたらこの辺見てる、この辺、この位置からでその辺、止まった状態だとね、もうつま先でやると止まれるんだけど、そうするとグラインド中だと結構詰まっちゃう、やるときもかかとっぽくやってあげます。あとはわからないあとはわからない、まあ、最初ほんと50でちゃんとカーブの高さに合わせて乗ってあげる、これができるようになってきたら5、今みたいにちょっと外出す5を覚えて、それを覚えたら今のを使う、スミスかな。まあ本当一番最初大事なのはあのカーブに平行じゃなく斜めになれるまでは入ってってやってあげる、このウィールにコーティングにこうはめてあげるようにするのが大事かな。ただそれがね、横の力強すぎるとスポーンって抜けたりするから、斜め上っていうのかな、こうこの角度ぐらいで、難しいよねこの角度、こんぐらいの角度ぐらいでこう入ってあげるのが、俺的には理想かなと思います。はい、最初はね、あのこう短く慣れてきたら、だんだんと距離伸ばして流せるようにしてやると、ちなみにこのトリックは俺はレールの方が簡単だと思う。
あとキングピン引っかかるから、これインチキだから、あのインチキキングピンだから、これだと引っかからない。キングミット宣伝みたいになってるし、ちゃんと買ったからだね。はい、おしまい。